のフレッシュマンは阿蘇市一宮町にあります特定医療法人高森会阿蘇山並病院にお勤めの女性の方をご紹介します。よろしくお願いします。お願いします。ではまずお名前と年齢、そしてお住まいの地域を教えてください。名前は井上穂乃香と申します。年齢は19歳です。宮地に住んでいます。井野さんはこちらにお勤めになってもどれぐらいが経ちますか？約1年ですね。普段はどんなお仕事をされてるんですか？医療事務として受付だったり会計だったり入院費の計算をしています。働き始めて1年近く経ちましたが、その中での嬉しかったこととかやりがいだったり、普段心がけていることとか何かそういったことはありますか？普段から笑顔で接することは心がけてるんですけど、患者さんとかに笑顔がいいねとか言われた時は良かったなと思いました。井野さんは今19歳、はい、来年が成人式、はい、今年なんですね。じゃあ高校卒業してすぐこちらの山並病院にお勤めということで、まだ結婚願望とかは正直ないですね。そうですよね。まだね、20代になってからゆっくりでもね十分間に合うと思いますが、もし、結婚したりお付き合いするとしたらどんな人がタイプですか？お出かけとかするのが好きなので、アクティブな人で引っ張ってくれる人がいいですね。じゃあそんな人と、デートするなら阿蘇市で、どんなとこに行きたいとかやりたいこととかありますか？私趣味がカフェ巡りなので、阿蘇神社周辺とかカフェとか雑貨屋さんとか回りたいですね。いいですね。では最後にですね、お仕事先の PR をあちらのカメラに向かってお願いします。阿蘇山並病院は職員みんなが笑顔で優しく、患者様のことを真剣に考えて日々の業務を行っております。今後も阿蘇の地域のために、阿蘇に住む方々のために頑張ってまいりますので、よろしくお願いいたします。今月のフレッシュマンは阿蘇山並病院にお勤めの井野さんをご紹介しました。では最後にあちらのカメラに向かってフレッシュマンのポーズでいいですか？いきます。せーの、フレッシュマン。さよなら。